飲食店経営塾塩ラボ。塩さんのズームで社長インタビュー始まります。今回のお品書きです。ファイル42、松村直樹社長後編です。はい、おばあちゃんが亡くなって、はい、た時があって、はい、葬式とかで2日間かな、まあ仕事を休ませてもらったんですよ。はい。で、なんかボケっとこういろんなことを考える時間が初めてできて、はい、その時が29歳はい、やったんですけど、はい、なんかあもうすぐ30やのにこのままでいいんかなっていうのを思うようになって、はい、そろそろ独立の準備せなあかんなって気づかされて、うん、その2月にばあちゃん亡くなって4月にその会社を辞めることになったんですよ。はい。心屋をまあ退社することになって、はい。で独立めっちゃ考えてたんですけど、うん、あと1軒だけもう1軒だけ修行行こうと、あ、はい、思って、また王子なんですけど、王子のちょっと、はい、単価の高いこう料理屋さんみたいなところがある、はい、そこで修行させてもらうことになって、はい、ま、あの魚の海鮮のお店で、はい、でそこで2年間、うん、めっちゃ頑張ったんですよ。自分でもびっくりするぐらい頑張ってた、うん、っていうのがありますね。この2年間のこの王子のお店の頑張りというところでは、具体的にはどんな風な感じでしたか？そうですね、最初も、まあ、29から働いて30で辞めるよ、1年間だけのつもりやったんですけど、はい、その時の大将がこう、まあ、独立をすごい応援してくれる人で、はい、けど商売であることを忘れんなっていう、こうすごく商売を教えてくれた人で、はい、で魚、まあもちろん魚のさばき方とか、もう何やろ、なんか発泡スチロールに山ほどイワシとかなんかちっちゃい魚入ってアジとかをもう永遠にさばくっていうのとか やらせてもらったりとか、はい、まあなんかこう高い食材でもどんどん触らせてもらえたりとか、はい、なんかこうすごく親身になってやってもらえ、教えてもらったりやってもらえたことがすごく嬉しくて、はい、なんかもっとこのお店に貢献したいって思うようになって、うん、初めて遅刻とかせえへんくなったんちゃうかなと思ってるんですけど、まあ、ギリギリでしたけど、なんか早いってあれやりたいとかに変わって、うん、でもっと準備しとかなとかって思うようになったのが、やっとその29歳の後半ぐらいからそうなってきたんですけど。なるほどですね。はい、ある意味こう仕事ルーティンコンスターとかと出会えたというのが、そうですね。ですね。なるほど。じゃあこの後2年間ここでこう修行された後、いよいよ独立というところで、はい、独立に向けてはどういったステップで進んでいきましたか？はい、30歳こう、そこで働いた2年目の時ぐらいに、はい、まあそろそろほんまに独立、あ、でその年に結婚したんですよ、30歳の時に、はい、まあ、できちゃった結婚なんですけど、はい、でまあ子供できたしな、どうちょっとほんまに動き出さなあかんなと思いまして、はい、初めてこう物件とか探してみたんですよ。はい、お金も全然ないし、もう全然ないし、はい、で物件探してみて、あ、ここでいいんちゃうみたいなのを思ってたんですよ。はい、でお店作ってくれるおっちゃんが知り合いでおったんですけど、はい、その人にこの物件どうみたいなのを言ったら、はい、あかんあかんみたいな、あかんあかん、こんなんあかんでみたいな、
を何回か言われて、どうしようって思ってたし、あとお金もどうやって借りんねやろうっていうのも全然わからなかった。国金で借りれるっていうのは分かってたんですけど、その借り方も分からへんし、はい、あと何屋さんすんのかも決めてなかったんですよっていう状態でしたね、30歳ぐらいの時に、はい、そっからですね、そっからそのおっちゃんがたまたま、まあ、今の明かり屋今やってるお店なんですけど、はい、そのおっちゃんの身内みたいな子がお店やって、はい、そう今のお店をやってたんですよ、はい、でおっちゃんが改装してやってたお店なんですけど、はい、まあ、その子が1年もせんうちに辞めるってなって、あ、はい、お前探してんねんお前これやれやみたいになったんですよ、はい、言うけどすごい、もうちっちゃい駅から歩いて15分ぐらいの、はい、何もないとこなんですよ、はい、ここでみたいなで、ボロボロの建物だし、はい、へえみたいな、はい、ただもうお金もないし、はい、なんならその店にもお酒とかもあるような状態で、もう全部あげるからやりやみたいな、もうただでやりやぐらいの感じ、はい、じゃあやろうかなってなったっていう感じでしたねなるほど、じゃあいよいよですね、この受けた物件でスタートしました。はい、開けてみるといかがでしたか。びっくりするぐらい汚かったんですよ。はい、もうびっくりするぐらい汚かって、はい、でその前働いて、その修業させてもらったお店を8月いっぱいで辞めたんですよ。はい、でもう9月の2週目ぐらいにオープンできると思ってたんですよ。はい、びっくりするぐらい汚かって、もう、はい、虫だらけで、はい、ほんでもう一から全部掃除して、はい、でしかも一人でやし、はい、そうもう永遠に掃除してましたね。でやってて9月が終わろうとした時に、はい、あ、だいたい片付いてきたなと思ったのが9月終わりぐらいで、はい、あれと思って、はい、これ他の準備何もしてないやんっていうことを気づきまして、はい、そもそも俺お金持ってなくないみたいな感じになりまして、はい、でそっからカードで機材とかをちょっと買えるもん買って、はい、で看板屋さんに看板つけてもらって、はい、そうですね、ほんで親戚のおっちゃんにお金を40万借りて、はい、そうですね、であと掃除もめっちゃ残ってたのが、その修業したお店のバイトの子らがみんなめっちゃ手伝いに来てくれて、はい、ほんで一気に掃除が終わって、うん、あれあれみたいな、あ、募集も求人も募集せなかったじゃん、あ、えらいこっちゃってなりだして、はい、で9月の末ぐらいにやっと動き出したんですよ。で、あ、なんかいろいろ見えてきたなと思って、10月の11日オープンっていうのだけ決めて、はい、決めてみたら、まあ募集も決まってとかいろいろしてたら、はい、メニューも何も作ってないことに気づき出して、はい、仕込みも何もしてないし、はい、もうね、むちゃくちゃでしたね。ようやったなと思うんですよ。オープンの2日前に、はい、修業させてもらったお店のみんなが、はい、もう大将から料理人たちからみんな来てくれて、はい、2日間ずっと仕込み全部やってくれて、はい、僕も唐揚げ以外何も作ってないんですよ。で、メニューも前日の夜、朝4時ぐらいに出来上がって、はい、でいよいよオープンできるようになったっていう感じでしたね。あ、でもすごい体験ですよね。なるほどですね。飲食店経営塾塩ラボ、このちょうど、まあ、またまたの中で
こういろいろありながらこう無事オープンを迎えられました。これ当日はどんな感じでしたか？当日はね、まあすごい必死やったんですけど、はい、まあ、正直もうお金ないし、はい、これ多分こけたらもう終わりなんですよ。あの何日間かこけたらもう終わりっていう状態で、はいはい、それがオープンの日からまあ地元の人たちが来てくれたり、はい、まあ、知り合いとかその前のお店のお客さんとかが来てくれて、満席で必死やったんで全然覚えてないんですけど、うん、満席やってっていうのは覚えてますね、はい、あすごいですね。なるほど。ここでではあの、まあ、無事こうスタートしていくことができたという中で、この1号店のお店はその後どんな感じでこう成長していきましたか？まあ本当にめっちゃ田舎で、あの周り何もないとこで、はい、もうそこそのお店はその建物は多分ね築40年超えてるんです。今で多分築50年超えてるぐらいなんですけど、はい、で古い建物でもうそこに入った店は1年ぐらいで潰れるって、うん、もう言われてるぐらいもうめちゃくちゃコロコロ変わってる場所なんですよ、はい、やって言われてて、まあ、自分自身も、まあ、1日3万か5万ぐらい売り上げあったらいいなと思いながら始まって、はいはいはい、オープンして3日間ぐらいもうずっと忙しくて、はい、何が何やら分からんかって速攻定休日取ったんですよ、はい、オープンして3日目か4日目ぐらいでもう休んで、はい、一回立て直そうってなって、はい、仕込みとかもし直していろいろ準備し直して配置とかも変えて、はい、そうそう2階建てなんですよお店が、はい、けど2階はもう無理やから、はい、使わへんでって言ってたんですよ、うん、やのに多分オープン2週間目ぐらいにもう2階使うようになりだして、はい、おいおいってバイトの子たちも言われながらでずっと満席が続いて、はい、で10月が終わって、はい、で10月の時に10月なんやかんや満席やったんですけど多分まあまあまだまだやってなんかねその10月11日からオープンして、はい、売り上げが170万ぐらいだったんですよ。はい、まあ、20日間ぐらいで170万ぐらいってまあ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 ちゃうと思ってたんですよ。はい、で11月に社員が決まって、はい、社員が1人働いてくれるようになって、はい、まあもうオープニングメンバーもなんかボコボコ辞めていったりとかしてる中、はい、どんどん売り上げが上がっていって11月はもう300万超えて、うんで12月が400万超えたんですよ。すごいですね。で僕はあのお店で400万超えれたらええわって思っ、はい、もう万々歳やと思ってたんが、はい、てか2ヶ月で超えてもたやんと思って、はい、何やってんねんっていうぐらいもうすごいもう連日満席で、はい、で知ったね。すごいですね。何やったんでしょうね。何やったんでしょうね。この売り上げというのは、その後1月以降も、はい、続いていった感じですか。はい。まあ、1、2が300万ぐらいやったんですけど、はい、その年明けの3月から、はい、まあ、このコロナが始まる頃まで、はい、一回も400万切ったことなかったんですよ。すごいですね。で逆に言うと上が750万とかまで行ったことあるんですよ。すごいですね。そう、あんなボロい建物で、ちなみにあの家賃あの10万円してないっていう状態なんですけど。それもすごいですね。めちゃくちゃやなと思ってるんですよ。なるほど。これここのこの1号店のお店がこの売り上げを維持成長し続けることができた要因として、こう松村社長を振り返るとどんなことが
要因としてあったかなって思いますか？あ、まあ、真面目な話になっちゃうんですけど、まあ、奈良県の人って、はい、何しか、まあ、あの、いいよって聞いたら、うん、車でどっかまで行くんですよ。はい、あの電車乗って行くっていうよりも、まあ、車で移動するんで、はい、で、まあ、車で移動するんで、まあまあいいよって言われるようなお店をやろうっていうのが、まあ、一番最初のきっかけあって、はい、でせっかく来てくれたのに なんかこうがっかりさせないというか、まあ、うん、よかったよと思わせるために、はい、まあ、ちょっと料理が全部ちょっとずつ量が多いとか、はい、お刺身5種盛りとかやったらもう6種類にしてますっていう、うん、にしてたりとか、まあ、ほんとちょっと嬉しいをいっぱいやろうっていうのがもう最初から思ってたんですよ。はい、で料理の説明とかも絶対するとか、うん、でバイトのコーラが、まあ、ちょっとテンション高いとか、はい、なんかこう満点100点とかなかなか取られへんけど、うん、他の店より全部平均点が高いっていうのをやっとけば、はい、うん、まあお客さんこれで来んかったらおかしいやろっていうふうに思ってたんですよ。はい、なんかまあ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 美味しいもん出して、まあまあ安くて、まあまあ量いっぱいあって、まあまあ接客よくて、うん、っていう風に思って始めましたね最初は。なるほど、うん、あでもすごいですね、そのちょっとしたこのちょっと良くする、ちょっと良くするっていうこのちょっとが実はすごく大きな差を生むっていう感じですよね。やったんですかね。なるほど。飲食店経営塾シオラボ。いや、松原社長の今度ここからこの2号店を出す、はい、で2号店はどんな経緯で出されましたか？はい、3年経ってなんかあのこんな性格なんですけど、結構石橋を叩いて渡る派の性格で、はい、全然ギャンブラーじゃないんですよ。はい、でこう、まあ、1年目2年目とこうずっと 満席で、はい、でめっちゃお金、こんなお金たまんのっていうぐらいめっちゃたまってたんですよ。はい、すげえめっちゃ儲かるやんと思って、はい、で3年目ぐらいに、まあ、アルバイトみんな連れて、はい、旅行とか行ったりとかもしてたんですけど、はい、その頃に料理の専門学校を卒業してアルバイトで入ってきた男の子がおるんですけど、はい、まあ、その子がこう将来独立したいんですよみたいなを言って、もうすっげえいいやつが入ってきたんですよ。はい、でそいつとずっとおって、なんかこいつがもっと目立てれる環境を作ったりたいなってめっちゃ思うようになったんですよ。はい、でこの1号店の店長は僕なんで、うん、どうしても僕に会いに来る人もめちゃくちゃ多いし、はい、僕が離れるわけにいかんし、なんかな2号店そろそろ作らなあかんのかなと思ってたんですよ。はい、まあ、そうこうしてたら店から車で5分ぐらい歩いたら20分ぐらいかかるんですけど、はい、そこでこう、まあ、思ってる条件の物件みたいなのが出てきて、はい、ええやんと思ってもう次の日に契約したんですよ。はい、もう社員たちに、あ、で、その、めっちゃいいやんと言ってた男の子が、社員になって頑張ってたんですよ、その時。はい。うん。で、僕が、仕込み、あ、二人が仕込み中ぐらいに、はい。あの、店来て、はい。二号店契約してきたで、って言ったら、はい、はい。あの、まあ、社員二人やったんですけど、二人とも固まってて、え、どういうことって言って。はい。いや、そろそろ行くって言ったやんみたいな。もうあのそれ以外何も考えてないっていう状況で、とりあえずもうこいつのために店を やろうと思ってたんと、はい、うん、まあなんか今の1号店から近くて条件に合う店が出てきたら契約しよう、
ぐらいしか思ってなかった。はい。それだけですね。なるほど。このちょうど物件が決まって契約してきてからスタッフさんと共有して、この後2号店のオープンについてはどんな感じで進んでいきましたか？これがね、まあ、まず何屋をするかも決まってない。もうどういう業態にするかも決まってないし、はい、まあ、工事の打ち合わせもできひん、どういう業態するかも決まってないから、はい、どうしようって言って、うん、まあ、その店長になりやる子が、まあ、そこまで料理もできる子じゃないし、はい、まあ、刺身が1号店、まあ、海鮮が美味しいんで、まあ、刺身があって、まあ、串カツとかやろうかみたいな、こうふわっとした感じで行こうかみたいな感じでなったんですけど、なんか まあ、いろんな案があったんですけど、で、はい、それで動き出して、うん、でその2号店できる時ぐらいにあと2人社員増えて、はい、アルバイトたちもしっかりしてきてて、で僕ももうお店抜けて2号店の準備に入って、はい、していってたんですけど、どんどん本店がもうめちゃくちゃなっていって、はい、もうお客さんからのクレームの電話がもう毎日のようにめっちゃ入るし、はい、バイトの子たちからも、もう店長おらんな全然あかんみたいな言われだして、はい、おいおいめちゃくちゃやんってなりだして、はい、でも2号店もうできてきてるし、うん、行かなあかんってなって、はい、2号店に、まあ、僕とその今の店長が、その若い男の子が、まあ、店長だって 入ったんですけど、はい、まあもうめちゃくちゃ、もう本店オープンの時よりもひどいぐらいめちゃくちゃで、うん、まあほんまに回されへんし、はい、もうめっちゃ知ってるお客さんたちからですらもう怒って帰るぐらいの感じだったりとか、うん、こんなでも2号店もめちゃくちゃ本店もめちゃくちゃみたいなのが始まりました。なるほど。この状態というのはこの後どのように乗り越えていくんですか？とにかく思ったのは、僕が一人でなんとかせなあかんと思ったのがめちゃくちゃ大きかったので、まあ、結局走り回って考えてももうどうもならへんっていうのがそこで初めて気づいたんですよ。はい、でもう1ヶ月してもう僕が本店に戻ることにして、で社員動かして2号店に入れて、アルバイトたちとももうちゃんと向き合って、でちゃんと任せるっていうことを覚えて、はい、そっからだいぶ良くなったっていうか、前よりももっと良くなった、人間関係が良くなったなと思って、うん、社員たちも任せられることでこうなんか自分たちで考えるようになったし、はい、でアルバイトの子たちもなんか今まで僕の店長ほんま嫌いやわみたいな言ってたくせに、はいはい、いざ店がほんまに回らへん状況になったり、もうクレームだらけになって、なんかあってこうなんかまあ僕の大切さみたいなを気づいてくれて、まあ、そこから今もすごく人間関係は良くなったなと思ってますね。なるほどですね、はい、自分で決めるというところを中心にやっていたのを任せるということに挑戦していった感じですね、うん、なるほど、かしこまりました。飲食店経営塾塩ラボ、松村社長が経営で大切にしていることっていうのも教えていただけますか？企業理念がありまして、はい、いちいち楽しむっていうことと、はい、人のために動ける人になるっていうことを2つを言ってるんですよ。はい、でまあ1個は、まあ、
いちいち楽しむっていうのは、まあ、どんな忙しい時とかでも、うん、どんなイライラしてる時とか、まあ、いろんな状況の中でも、こう、もう楽しくやろうぜっていうのだけは、はい、これ忘れたらもう終わりやなと思ってるんで、うん、まあ、楽しくやるっていうことをもういつも思ってる。なるほど。あともう一つは、どんな時にもやっぱみんなこう自分中心に考えちゃいがちなんですけど、はい、まずは人のことを考えると、お客さんとか、周りのスタッフとか、はい、まあ、まあ家族とか、まあ、仲間とか、そのまずは周りの人のことを考えて、はい、その後自分のことを考えて、うん、っていうのをができるような人間になっていこうっていうのはいつも思ってますし、伝えてます。なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ、あとですね、はい、社長の去年からコロナウイルスの影響が、まあ、全国広がっているのが、松村社長のお店ではどんな影響があって、で乗り越えていくためにどんな取り組みをして今さらに歩んでいるかというところをお話しいただけますか。影響は、まあ、都会に比べて、はい、まあ、ちょっと弱いです。お客さんとかも来るなと思うんですけど、はい、去年の4月とか5月は本当にびっくりするぐらいお客さんが来えへんって、はい、ほらやばいなって、もう夜も寝られへんくなったんですけど、はい、まあその時にもう黙って指くわえて我慢してるよりも、もう攻めようと思って、はい、まあ、デリバリーとかテイクアウトとかもそうですし、はい、なんかこうお店の良さをもっと発信したりとか、はい、をするように、まあ外にはそういう風になって売り上げをちょっとでもキープして、あと営業とかもしましたね。お弁当を企業さんに買ってもらうみたいなを言ったりとか、はい、なんかこういろいろタッグになってやるみたいなのを考えて動きましたね。去年はそんな感じでしたね。ほんじゃ9月10月ぐらいはなんなら作態超えたんちゃうかなみたいな。そうですか。そんなんもありましたね。で今はまたこう1月2月とこう、はい、辛い日が続いてるんですけど、はい、まあやっぱすごく大阪と近い町なんですよ。もう、はい、山越えたらすぐ大阪に入るんですけど、はい、奈良県の一番端っこでもうほとんどの人は大阪で働いてるような町なんですけど、はい、だから影響がすごくあるんですよ今も。はい、大阪で飲まれへん、だからもう飲む気になってない人らばっかりやなと思うんですけど、はい、どうしようどうしようと思って悩んでたんですけど、はい、同じくやっぱこう攻めやなあかんなって最近思って、はい、まあ、急遽恵方巻きやったりとか、はい、なんかもっとオードブルもっと打ち出したりとか、はい、するとやっぱ反応がすごくあるんで、うん、やっぱ地域に愛されてってるんやなっていうのは改めて思ったんで、はい、やっぱ待ってるよりも攻めやなあかんなって思ってます。なるほどなるほど。でも恵方巻きはどれぐらい売れましたか。発表したがね、はい、1週間前やったんですよ、やるって言ったんが。はい。もうスタッフたちも、やんのかいみたいになって、で、そっから予約受け出して、はい、当日、まあ、昨日じゃ、おとついか、2月2日、はい、200本超えぐらいやったんで、すごいですね。まあ、1週間でそれぐらいいったら、まあまあまあ、まあ。売ってはるとこはもっともっともちろん売ってるんですけど、はい、なんか そんなつもりもなかった、こんなにいけんねやったら、はい、来年もっと考えようって思うようになりましたね。うん、
そうですね。今のお話すごい多分いろんな飲食店の方にすごい勇気を届けられるなっていうのを感じますね、うん、やっぱりその待ってるよりも攻めることで、やっぱり結構待ってる方の方がやっぱ多くて、でなかなかやっぱり攻めてもなんかこう反応が前よりも鈍いとか、でそこにやっぱりすぐ諦めてしまうとか、そういうことがやっぱり起こりがちになってるところが、やっぱり今のやっぱり取り組みというのはやっぱりもう松村社長のやっぱり攻めてみよう、で攻めてみたらやっぱりあ、よかった、しかも恵方巻きというやっぱりその季節のイベントとかでやっぱりどうしてもこうあったら欲しいというところに手を伸ばしたっていうのがすごい本当にこう勇気を届けられる成功体験だなというのを感じましたね。いや、ありがとうございます。はい、まあ、松村社長の将来の夢とあとビジョンも教えていただけますか。はい、将来はもうめちゃくちゃ将来は絵を描きたいんですよ。あ、はい、まあなんか元気になれる絵を描いて飲食店に飾れるような絵を描けるのが将来の夢なんですけど、はい、もちろん絵とか全然描いたことないんですけど、まあ、まあまあ絵が好きっていうのがあるんですけど、まあ、でそれ以前まあ目標としていっぱいあることがあるんですけど、はい、やっぱりこう地域を盛り上げたいっていうのをすごく思ってまして、はい、でこの、まあ、奈良県のこの中南和って言われる中途半端な場所なんですけど、はい、で奈良県ってこう何にもないんですよ。奈良市内に鹿がおるっていう以外に何にも観光地もない、名物もないっていうのがもう本当悩みやし魅力ないなと思うんですけど、はい、まあ、大阪にすごく近いんで、まあ、電車でも20分とか、はい、大阪市内は20分とか30分とかで行けるんで、車でも20分とかで行けるんで、はい、逆にこう来てもらえる何かをやりたいと思ってまして、うん、はい、まあ、今年来年で動く予定なんですけど、はい、ちょっとまあグランピングの施設とかを誘致して、はい、誘致をまあ作っていくっていうチームを今いろいろ動いていく段階なんですけど、なるほど、なんかそんなんも考えたりとかしてます。なるほどですね、素敵ですね、ありがとうございます。はい、では松村社長からこの全国の飲食店の経営者さんの仲間に向けてメッセージをお願いできますか。はい、どうもやっぱり楽しい仕事やなって思うし、一生懸命やったらすぐ帰ってくる仕事やなと思います。楽しんでいきましょう、イエイありがとうございます。では、本日ご登場いただいたのは、奈良県の柏市で飲食店を経営しております松村社長でございました。松村社長どうもありがとうございました。ありがとうございます。松村社長ありがとうございました。前編もぜひご覧ください。前編では大学受験の失敗から飲食と出会い、そして独立を決めていくまでの歩みをお話しいただきました。ありがとうございました。飲食店経営塾シオラボ、新規集客で売り上げを伸ばしたい飲食店経営者店長へ、今毎月シオラモ虎の会を開催しています。毎月開催しているシオラモ虎の会では、1、シオさんから直接今の世情や飲食店の現状を聞けます。2、自分が聞きたいこと、知りたいことをその場で問題解決できます。3、参加したスタッフはその場でやる気になります。4、歴史を読み解きます。5、3000店舗の現場を見てきた経験があります。6、 YouTube で取り組んできた全国の飲食店経営者から得た気づきをシェアしています。
7、他の店舗の悩みや成功体験を聞けます。8、コラボレーションができるか模索ができます。9、タイムリーな情報交換ができます。10、飲食店で独立を考えている従業員に有益です。 PR やウェブマーケティングに強くなれます。12、媒体にとらわれない売上アップの仕組みをメンバーと共に作ることができます。13、本気で売上を上げたい仲間が集まっています。14、虎の会オンラインサービスも充実しています。1、会員限定ページが閲覧できます。2、会員限定 YouTube 動画を閲覧できます。3、過去に開催した虎の会リアルの映像をご覧いただけます。4、グループページでの質問相談はいくつでもできます。詳しくは説明欄ホームページをご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またよろしくお願いいたします。